毒を飲んでも大丈夫だなんていう方がどこにあるんだい。だけどこれぐらいの毒なら大丈夫と言って、
僕たちはいつだって危ないものと折り合いをつけて大丈夫って自分に言い聞かせて暮らしていたじゃないか。遠い昔に九州の水俣湾で人々が痙攣を起こして苦しみ始めて多くの人が亡くなったその前にもここまでなら大丈夫、ここまでなら大丈夫って言って僕たちは自分を騙し続けてきたじゃないか。だけど大丈夫はいつだって誰かの都合次第、都合次第で増やされたり減らされたり、大丈夫は実は大丈夫じゃないんだ。僕たちは自らの心に従ってここまでの大丈夫を一度疑ってみなければいけないんだ。大丈夫じゃないもの、大丈夫じゃないはずのものも大丈夫って言いくるめてここまでなら大丈夫って進み続けてきたのが今の世の中さ。大丈夫は大丈夫じゃなかったんだ。2011年3月11日に僕たちは思い出さなきゃいけないよ。今の大丈夫は本当に大丈夫なのかい？ありがとう。皆さん、もうすぐ5年目の3月11日、よもや3月11日が一体何の日だったか、そんな質問をしてくるような人はいないとは思うけど、だけどみんな大切なことを忘れてしまいたい、しまいたい、遠ざかって遠い過去に追いやりたい、そんな気持ちはいっぱいだと思うけど今一度思い返さなきゃいけないよ。2011年3月11日のことを片時も僕たちは忘れちゃいけないよ。だって僕たちはあれから1センチも1ミリも進んじゃいないんだから、全くあの日から動いちゃいないんだから、僕たちは24時間じゃ終わらない一日を過ごしてるみたいさ。だって終わるべき2011年3月11日はまだ一つも終わっていないんだから、未だにここからたった200キロメートル向こうでメルトダウン、メルトスルー、その繰り返し繰り返しで未だに水をかけるしかないあの物体、福島第一原子力発電所が居座って居座って、ぶっかけられた水は汚染水になって海に流れ出してどん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 と海を汚しているよ、地下水を汚しているよ、大地を汚しているよ。僕たちはそれに目をつぶり続けているよ、目をつぶり続けているよ。もう5年間も5年間も5年間もその周りに人が住み続けているよ、その周りに人が暮らし続けているよ。本当なら暮らしてはいけないような場所に人が暮らし続けているよ。そのことに5年間も5年間もみんなは目をつむり続けているよ。みんな逃げろと言ってあげないよ、逃げなければいけないような場所に人が逃げずにいるのに、逃げろと言ってあげないよ、逃げろと言ってあげなきゃいけないのに、逃げた先で逃げた先で暮らしていけない、暮らしていけないなら僕たちみんなで助けてあげなきゃいけないのに、逃げろとも言ってあげない、逃げてきた先で当面食べてあげるだけの、食べていけるだけのお金をあげる人もいない、そのままそのままそのままで2011年3月11日は未だに終わらずにこの場所にあるよ。未だに未だに未だに2016年3月6日の今日も2011年3月11日のままさ、2016年3月6日のふりをした2011年3月11日は未だに居座っているんだ。みんな思い出してほしい、5年目の3月11日、5年目の3月11日、あれから少しは優しくなれたかな、あれから少しは優しくなれたかな、あの日みんなは少しは優しくなれていたんじゃないのかい、あの日少しはみんなは優しくなれていたんじゃないのかい。2011年3月11日、地面がグラグラと揺れました。その後大きな津波も襲ってきました。困った人が大勢泣いていました。その涙に僕たちは黙っていられませんでした。多くの人がこの日本列島の東側に向かいました。気の身気のままで夜空で震えてる人たちを放っておけないで僕たちはこの日本の東側に向かいました。そして手を差し伸べることを僕たちは躊躇しませんでした。そして原発が爆発しました。福島第一原子力発電所で原発が爆発しました。反対反対の声を上げました。
反対反対の声を上げました。あれから5年目に僕たちは少しは優しくなれたのかな、僕たちは少しは優しくなれたのかな。1年2年3年4年と過ぎる間に僕たちはこれは大丈夫なんじゃないのかい、そろそろ終わりにしようぜ、終わりにしたいっていう気持ちが終わりだと思い込むところを生んで、今が大丈夫大丈夫の今日を作り出して、大丈夫じゃないのに大丈夫な今日を作り出して、そして目をつむって目を背けて、福島第一原子力発電所が未だにメルトするメルトダウンの繰り返しなのに、そっから目をつむって、そっから目を背けて、大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをして、優しさは一体どこに行ったの。2011年3月11日あの日涙涙に手を差し伸べた優しさは一体どこに行ったの。そして反対反対の声を繰り返した人々、反対の声の繰り返しの向こうでやっぱり優しさを失ってはいないかい。一体何のためにその言葉を繰り返したの。一体何のために人々の涙はもう見たくない、人々の涙はもう見たくない、嘆きの言葉がもう聞きたくないから、だからこそあそこで福島で爆発した4つのあいつさ、あいつをもう二度と動かしてはいけない、この世にあってはいけない、だからこそいらないと声を上げ続けてるうちに、何のためお互い同士の顔を見合わせながら、右だの左だのあいつの反対の言い方に反対だ、賛成の反対の反対の賛成で、わけもわからずに反対の4文字を繰り返す中で、涙が見えているかい、あなたの瞳に嘆きの涙がその目に映っているかい、あなたの両の耳に嘆きの声は今聞こえているかい。今一度思い出すんだ2011年3月11日24時間で終わらぬ一日を我々は暮らし続けてる。今日2016年3月6日は2011年3月11日が2016年3月6日を装った、2011年3月11日忘れてはいけない、忘れてはいけない、いまだにここからたった200キロメートル向こうで、トロトロに溶けた核燃料、チャイナシンドローム、福島で、いまだ継続中、いまだ終わらぬ悲劇をはらんだまま、人々の涙をはらんだまま、いまだにくすぶり続けているあいつを忘れてはいけない、忘れた人も忘れてはいけない、絶対にいけない。思い出すんだ、あの日の優しさを、そこに人間がいて、そこに涙があることを、そこに命があることを、自らの命をそこにつなげて、忘れてはいけない2011年3月11日、いまだ終わらぬ一日を。ありがとうございました。さて、それでは次に行く前に、まあね、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけどね。ご中ご中の皆さん、原発の問題、
2011年3月11日、今日3月6日です。今年2016年もう来週金曜日です。5年目の3月11日やってきます。で、皆さん、福島第一原子力発電所の事故、これとんでもない事故でしたね。そしてその直後、皆さん大慌てで水を買いに行ったり、そしてスーパーで店員さんに、この食べ物大丈夫、本当に大丈夫なの、そんなことを言ってみたり、マスクをして外を歩いたり、今日は外出していいのかな、雨の日だけど大丈夫なのかな、風はどの方角から吹いてるのかな、いつも心配ばかりしていた、そんな心配がいつまでも続く、そんなことは思いたくないですよ。だからそろそろ終わりなんだ、もう終わりなんだ、そう思いたい気持ちはわかります。そしていつの日にか原発いらないってこうやって声を上げてると、まだ言ってるの、そういう声もちらほらと聞こえてきました。でもね、皆さん、これだけは忘れちゃいけません。福島第一原子力発電所の事故はまだ全然終わってないんですよ。いまだに福島第一原子力発電所、その地下に今ね、ドロドロに溶けた核燃料を潜り込んで、で、今汚染水汚染水言われてるけど、それはね、それを冷やすためにぶっかけられた水なんです。それが漏れ出して汚染水になってるんですよ。で、汚染水が出てて水をぶっかけてる、それが続いてる限り事故は終わってないんです。水をかけるのがやめたらそいつが大爆発を起こすんですよ。そうしたら東京だって船没なんです。皆さん、そうやって綱渡りの上で我々生きてるんですよ。オリンピック確かに楽しいかもしれない、だけどそれでただ浮かれていちゃいけないんですよ。たった 200km 向こう、史上最悪の原発事故がまだ終わらないままで、この日本はそのまんま、皆さんもまだそのまんま暮らしている、それが今の日本なんですよ。皆さん忘れないでください。福島第一原子力発電所の事故を終わらせない限り、この日本は未来に進めません。皆さん、少しでもこのことを思い出してください。5年目の3月11日の前に、よろしくお願いします。はい、海民哲さん、即興師と、原発についての話をしてもらいました。ありがとうございました。もう一度海民哲さん、拍手お願いします。ありがとうございました。そうですね、本当に今話にありましたけど、原発の被災者の支援を打ち切って、そのお金をオリンピックの方に流してる、言葉を言い換えればオリンピックのためにその支援金をそっちに回してるなんていうすごい問題も出てきています。で、そんなことは絶対あってはいけないことです。そして、ご通行中の皆さん、ご存知かと思いますが、日本で今九州地方の仙台原発と、あと高浜原発という福井の原発もまた再稼働されました、つい最近です。原発は事故が起こさなくても、さまざまなリスクを、健康上のリスク、もちろんそこで働いている人たち、そして近くの住民、みんな後々何らかの健康被害が生じてきている、これはもう事実なんです。それなのに原発をやめない世の中、お金のためなんですね。私たちが抗議の言葉で、よく強い言葉ですけど言ってるのは、人を殺して儲けるなと、戦争もそうですし、搾取の形態ですよね、そういうのも全部そうです。武器産業も原発もみんな人を殺して儲ける、それも目の前には見えないんです。
目の前の楽しい日常があって、その裏側ではそういう見えない涙や血が流されているということ、忘れたくない、忘れてはいけないことだと思います。はい、では、あ、ちょっと、そうですね、今あの、街行く方にも、原発もういりませんという、リーフレットなどをお配りしています。そこに、詳しいことを書かれています。そして、5年目の3月11日日を迎えるにあたって、ずっと続いている官邸前抗議や、その他、脱原発テントが、企画している東電前の抗議や経産省前の抗議、それらの告知のチラシも挟んであります。ぜひお読みになってください。